どうも皆さんこんにちは。今日はですね、天体写真の、自動コンポジットをした時のなんか失敗した時の対処法です。まあ、ステライメージ8とか、DSS ですか、ディープスカイスタッカートですか、あれなので自動コンポジットした時にエラーになったり、エラーというか位置がずれちゃうやつですね。そういうのないですかね。僕時々あるんですけど、それのまあそうなるな、まあその対処法ですね。まあ、一応こんな感じの失敗例とか、こうぐるぐるなんか比較名したみたいな失敗例とか、あとこれなんかアンドロメダ撮ってるんですけども、わけわかんない失敗とか、そういうのがたまにあるんですよね。でまあそれの対処法っていうかですね、いろいろやってて、これで大体いけるかなと、今んとこ失敗してないし、位置ずれしないぞっていう感じですね。あと失敗例としてですね、この細かい失敗例、これ失敗と気づかない失敗例なんですけど、これが何にもなしで普通にあのこの、コンポジットパネルにこう取り込んでやってったやつなんですけども、ローファイル、DNG ファイルですね。ローの DNG ファイルでコンポジットしたのがこれなんです。でちょっとこれ流れてるじゃないですか。でもこれって単純に流れてるだけなのかな、そういうコマが入ってるのかなと思いがちなんですけども、これも失敗例でですね、今回一回ロー現像してからコンポジットするっていうやり方なんですけど、一回ロー現像してからコンポジットするとですね、同じようなとこ見るとこう全然ずれてないんですよ。ぴったり合ってると、どの辺ですかね、このオリオンの下ら辺ですか、この辺かな、こうずれてないわけですよ。一回ロー現像するとちょっと位置が分かんないです。この辺ですかね、この辺ですね、この四角の、全然違うと思うんですよ。でどうもロー現像、ローファイルをそのまま自動コンポジットするとこういうのも起こると。でこれ別にステラーイメージだけじゃなくて、DSS でも同じようになるんで、それでまあずっと疑問に思ってたんですけど、で時々僕結構玉椅子をコンポジットするんで、短時間のなので失敗すると痛いんですけど、まあそれの対処法です。はい。でやり方としてはですね、まあロー現像するんですけど、まあ2つパターンあるんですけど、とりあえずですね、まあ1枚、まあこれさっきのオリオンとウサギ座ら辺なんですけども、まあこれ1枚をとりあえず開くと、でロー現像していくんですけども、僕はですね、普段ダーク原産もフラットフレームも撮影してないので、ダークフレームも、その場合のやり方と、ダークフラットをする場合のやり方とですね、2パターンあると思うんですけど、要はこのこの自動コンポジットパネルですね、ここで本来ならこのここにね入れていけばいいんですけど、ライトフレーム、ダークフレーム、フラットフレーム、フラットのダークとそれぞれ入れていけばいいんですけど、まあそれだと位置が合わないと、
置がずれる可能性があったり、さっきみたいにちょっとずれてるっていうのが出てくるので、残念ながらこれは使わないと。最後にライトフレームの時だけ使うんですけども、でダークとかフラットか、フラット用ダークはもうこっちで全部やっちゃうという感じです。ちょっと手間が増えますけども、でまあ僕のいつもやってるやり方、もうダークもフラットもなしで、とにかくコンポジットするって場合はとりあえずローファイルをまず開きます。そっちからまずやってみます。で、この設定のところにワークフローってあるので、これを開いてもらって、こう記録開始っていうのがあるんで、開始と、はい、でこの最初のですね、一回閉じます。この最初はこの画面が出てきますけども、ベイヤー配列で開くかロー現像するか、とにかく、まあ、ベイヤー配列で開いてもらったらいいと思うんですけど、そうすると、まあ、モノクロ画像のこのしましまのファイルになるんですけども、で、まあ、これでですね、記録開始と、で、画像をここでベイヤー RGB 変換っていうのをして、ここでカラー化します。でカラー画像フィルターも自動を、でこの色調整とか設定ありますけど、これはまあホワイトバランスは撮影時で、ガンマはまあ1がデフォルトですね。この画像の最小上減算、これはオフでいいと思うんですけど、でまあこれで OK と。そうするとまあ一応カラー化になります。まあここでオートストレッチしててもいいんですけど、まああんまり今関係ないんで最後にやればいいので、コンポジットしてからでもいいと思うので、まあ、とりあえずこれでもうこれで終了と。でこれを一回閉じちゃいます。要は今の作業を記録しただけなんですけど、でここにバッチ実行ってあるんで、これを開いて、コンポジットしたいファイルを選ぶんですけど、ファイルから追加をクリックして、でまあこの十何枚のうさぎ座をコンポジットしたいってなれば、まあ、これをまあ読み込むと、はい、で、ファイルを開く、上書き保存、別のフォルダに保存なんで、まあ普通は別のフォルダに保存を選んでいただいて、ここから、はい、でこれでも OK を押して、まあ、ここになんか保存できない形式のファイルが含まれています、これらのファイルはフィッツで保存してよろしいですかなんで、まあはいと。で、まあこれちょっと普段は出ないんで、まあ、とりあえず OK と。でここで、ベイヤー配列かロー現像って出てくるんで、まあ普通にベイヤー配列で OK してもらったら、あとちょっと勝手にこれ進んでいくんで、これがバッチ処理のいいとこなんですけども、あとこれでしばらく待つと、これは結構早いです。はい、終わりました。でこれでですね終了です。でこの状態で自動コンポジットパネルを開いて、まあ、この保存したやつを飛んでいくと、まあ、こうして、まあ、読み込んでいくと、まあ、これ15枚ありますけども、これでまああとこの辺設定してですね、まあ、ここで普通の加算平均ならこんな感じで、設定してやっていけばピタッと位置が合うという感じになります。はい、で、でもう一つのやり方なんですけど、そのダークとかフラットとか、する方ですね、さっきは僕のしないパターンですけど、まあ、する場合は、同じくですね、先ほどと同じく1枚開いていただいて、まあ、ベイヤー配列で開くと、はい、この状態はまあ記録開始なんですけど、ここまで一緒ですね。で、ここ画像のダークフラットってあるんで、ここでダークフラット、まあ一応この前にですね、ダークフレームマスターダークとかは別途コンポジットしておいてください。で、ここマスターダークとかマスターフラットが全部できたらですね、
ここから画像ダークフラット補正、ここからこうチェックがあるんで、ダーク補正、ここもこう参照ファイルとかあるんで、ここマスターフラット作ったんですけど、まあ、フィッツファイルですけど、まあ、これを選んでですね、で、フラット補正、まあ、フラットがあればこう今ないですけど、あれば、フラットのマスターコンポジットしたやつをここに選ぶと、でフラットのダーク補正、まあ、これも同じくフラットのダークを選ぶと、でガンマ1をオフセット0でと、まあ、とりあえず、基本ですん でこれで OK を押すと、でこれを記録をしてありますけど、これをとにかく処理すると。でまあこれちょっと適当なダークとフラットなんで、フラットもできてませんけども、これで普通はフラットができます。ダーク減算フラット補正、はい。でで持って最後ベイヤー変換、ベイヤー RGB 変換、さっきと同じくカラー自動で、まあ、この辺も一緒のまま OK と、この2つの作業をコピーしておいて作業終了と、はい。でもこれ閉じちゃって、同じようにバッチ処理で、でここからですね、全部選択してですね、読み込むと、で別フォルダに保存で、あと OK を押せば、ダーク減算したフィッツファイルができるので、できればですね、またこの自動コンポジットパネルのライトフレームで読み込むという形になります。はい、一応まあこれが、天体写真の、自動コンポジットの失敗の解決法、回避法です。一応今のところこれでピタッと星が合ってるので、エラーが出なくなりました。また何かあればアップしたいと思います。ありがとうございました。Thank you.